はい、どうもこんばんは、プログラムよりも5分先に監督さんから今許可得ましたので、来ました。よろしくお願いします。はい、熱い思いをお願いいたします。皆さんこんばんは、お待たせしました。まもなく踊ります。県外からおいでのお客様、手を挙げていただいていいですか。たくさんいただいておりますね。来ていただいております、ありがとうございます。さて、今日私どもは4回目、今年4回目の踊りで、27年前からこのジャ踊りを披露させていただいておりますが、今日も元気な若手が早く仕事を終えて来てくれています。1回終わって2回終わって、さあ向こうにこう帰ろうとするときに、まだ見たいでしょね、寒いとき。今もそちらからありました、持ってこい持ってこいって長崎では言います、アンコールのことを。持ってこい持ってこい、すごい方がいらっしゃいます。持ってこーい持ってこーい、ありがとうございます。長崎でしょ、長崎でございます、ね、実はずっとジャオドリが好きで、もう前を陣取ってですね、もうずっと27年間来ている方ですか、暇よねさあ、それでは早速入りましょう。もうスタッフ揃ってますから、よろしくお願いします。ステージの反対側のお店の下、旅手から今ジャッジたちは登場いたします。ご覧ください。副監督の寺田さんを先頭に現在入ってまいりました。玉塚一人、ラシューが声優でございます。どうか皆さん拍手でお迎えいたしましょう。さあ、よろしくお願いします。はい、副監督寺田さんはレイって言いましたね。今年から声をかけるようになりました。今日で2回目です。いかがでしたね。え、おお、いよいよ気合が入ったような気がします。何歳ですか。2歳、ありがとう。長崎、熊本から後で持ってこようよね。さあ、それでは金色の玉をお月様に見立てて、お月の玉を飲み込んで雨を降らすという雨乞いの神事、五穀豊穣を祈願した中国から伝わったとされているジャオ踊りを、この観光ジャオ踊り会のメンバーは27年間同じように踊りを着てきました。変わったのは年齢が変わったことです。さあ今日も最初から玉追いと言いまして、あの玉を飲み込もうとするジャオ踊りの姿をご覧いただきます。お願いします。
かがでしたでしょうか。玉置いてございました、蛇林の方をご紹介しますと、左手のいます長田さんが蛇の鳴き声を表します。この蛇踊りの監督をしております竹下監督でございますね。それから今叩いているパラパラが雨音を表します。それからドラ、太鼓、大罰、中罰、小罰で怒涛の雨が降ってくる時の嵐の夜、そういった感じを表そうとしております。着ているベストは雲の色、そして右から左にかかとります黄色い布が稲光でございますね。忠実にやってまいりました関東大連隊、今度は玉探しでございます。どうぞ。金色の玉が雲の間に隠れてしまいました。じゃあ慌てます。上空を探します。反対方にズグラを組んで、ご覧の通りに上空をまだ探している状態です。さて、金色の玉は上空に上がりました。下の方をずっとまた探します。尻尾の動き、鳴き声が苛立ちを表します。はい、ありがとうございました。玉探しでした。先ほど私、県外からお家の方と手を挙げていただきましたけど、この体験蛇踊りでは20年ぐらい前ですか、体験していただいて、今全国にその蛇を体験した人が行かれました。遠くはね、アメリカ、中国、韓国、それから奄美大島、その海外ですかね
最高年齢88歳、18歳以上の方で今日も11名の方、私もジャオ踊りをしてみたいという方、321って言いますから1人手挙げて、ここに先着11名の方には監督さんにお願いしています。それでは体験してみたい方、321どうぞ。早いカバンそのまま持っとってください。持っとってかけ、はい、前にね、はい、お願いします。スタッフの方すみません、11名どうぞ。はい、並んでくださいね。11名です。はい、いいですね、いいですね。統計的にはね、女性が多い、今日も多いね。わ、みんな女性、お男性1人、そんなもんなんです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと1人、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、はい、あ、ごめんなさい、どっちかしていいと、はい、で、あなた向こう行って、あなた先転んだもんね、危ないね、はい、いや、あなた大人だけ、はい、よろしく、はい、じゃあ行きます。ほっといて、あ、抱えて、抱いた、抱えて、はい、そしたらね、好きなところについて、頭が重たい、あとはね、さ、そうね、4番目かな、足と手足がついてるとちょっと重たいかもしれないけど、それぞれ、はい、行きます。どちらからおいででしょうか。札幌です。8月23日函館行きましたよ、この時代で、ね、お世話になりました。はい、どちら。兵庫から。福岡から。はい、福岡からです。ここ、ちょっと注意しとってね。どちら。市内にあって南島原市です。島原市、はい、福岡です。福岡、茨城県、茨城から、鹿児島、東京、佐賀です。佐賀ということで、最後福岡ということで11名さあ、それでは茶林も花火も爆竹もね、同じようにします。お願いします。進みます。いかがでしたか。すごい楽しかった。記念があります。じゃあ監督からまず、はい、新地中華街からお年玉です。ランタンフェスティバルのキーホルダー、はい、どうぞ。いただいて帰ってくださいね。お疲れ様でした。いかがでした。楽しかった。重たかった。すごい楽しかった。あ、よかった。超楽しかった。はい、それではですね、残りの時間はまた観光ジャオ大会の皆さんがね、ジャオ踊りを仕上げますから、今度ステージの反対側のオブジェの下の方でも踊ったりします。立体的に使わせていただきましょう。それではよろしくお願いします。観光ジャオ踊り隊の皆さん、どうぞ。
した声に応えてくれます。Thank you.
から一組に入ろうとしております。仕上げに入ります。早くぐらいでした。そのままこのジャンプで打ち込みに入りますね。長崎観光者踊り会の皆さんでした。どうぞもう一度盛大な拍手を。